これね200円のクオリティじゃないね。じゃあ早速ね中身をね食べていきたいと思います。ほっ、うまそう、本当にうまそう、これもう本物じゃん。はい、どうも SH スタジオです。今回はガチャガチャのなる木シャープ9ということで、バンダイさんから出している明治シャカシャカチャーム2を開封していきたいと思います。みんなが知っている明治のお菓子がミニチュアになって入っているガチャガチャで、振るとシャカ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 音が鳴るそうなんで、実際にね開けて試していきたいなと思います。今回はこちらの5種類なんですけども、紫色がねかぶっちゃってるので、まずかぶってるものから開けていきたいと思います。まず開ける前にラインナップを紹介してきます。明治シャカシャカチャーム2、対象年齢15歳以上、全8種類となってます。株式会社バンダイさん。さあ今回はどんなのが入ってるか。はい、まずタケノコの里、キノコの山、明治マカダミアチョコレート、明治アーモンドチョコレート、チェルシーのヨーグルトスカッチ、バタースカッチ、ヤンヤンつけ棒、プッカチョコレートの8種類となってます。振るとねシャカ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 ね音が鳴るそうなんですよ。実際ねちょっと振ってみたいと思います。さあまず1個目なんですけども、紫色のカプセルが2つということで、完全にもう被ってるんじゃないかということで、1つずつこれは開けていきたいと思います。さあ1個目開けていきます。パカッ、さあ何が出るか。あっ、チェルシーが当たりました。しかもバタースカッチ、開けていこう。結構ガチガチにテープが巻かれてるからこれ開けづらいな、これ。はい、ピャーン、出ました、チェルシーバタースカッチ。かわいいしね、このしっかりしてる感じがいいですね。ほら硬いんです、ここ全体的に硬い。そしてシャカシャカチャームということなので振ってきます。うん、シャカシャカする。でもさ、チェルシーってシャカシャカしないよね。まあそういうことじゃないんですよね多分ね。あーでもいいわ、しっかりしてていい。これね200円のクオリティじゃないね。あー300円ぐらい払ってもいいな。この差、100円の差大きいですよ、だいぶガチャガチャの世界では。こっちの紫チェルシーが入ってるのかということで開けてきます。せーの、パカッ。あー、やっぱチェルシー入ってますね。同じですね、バタースカッチが。もうこっちは日常使い、こっちは保存用で、はい、取っときたいと思います。1個目はチェルシーのバタースカッチが当たりました。はい、2個目開けていきたいと思います。さあ2個目は何が当たるでしょうか。パカッ、さあ2個目。お、箱物。あー、いいねいいね、チョコレート、明治アーモンドチョコレートが当たりました。やったぜ。こちらもねピシッと梱包されてますのでね、文明の利器を使ってですね、ここでチョキッとこのね切りまして、なかなか手強いなこれ。2個目はこちらいや素晴らしい、これ本物でしょ。ちょっとアップしますよ、これアップするとこんな感じ。これちょっと本物とね比較していきたいと思います。はい、ということでほら後ろに本物がありますよ。でこちらがシャカシャカチャームですよ。そして本物はこちら、はい、これですよ。ほら同じでしょ、ほら裏見ようか裏。あ、ちょっとこの辺の書いてあるものは違うんですけども、大体のほらこの漢字はね同じですよね。ここに栄養成分表があって、ここにその時々のこう伝えたいことがこう書いてあって、でこっちに原材料名とか書いてあって、で会社が書いてあって、アレルギー表示もうほぼ一緒ですよ。ほらすごいな、もう完璧ですねこれはね。じゃ早速ね中身をね食べていきたいと思います。ほっ、うまい、安定の味ですよね。この明治のアーモンドチョコレートはあったらもう買っちゃいますもんね、コンビニとかでね。本当にもう止まんなくなっちゃう、本当に。あ、ダメだ、もう止まんないわ。2個目は明治アーモンドチョコレートでした。3個目は何が出るんでしょうか。せーの、パカッ。3個目、お、あ、出た、プッカチョコレート、出ました。これもうまいよね。プッ
かチョコレートカリウマプレッツェル、うまそう、本当にうまそう、これもう本物じゃん。なんか書いてあるよ、指先の感覚だけでクッカの形を当てることができるかな。これ本当にこんな書いてあったっけ。これやりたい。これ綺麗にも程がありますね。さっきの2つと同様に硬いです。ここちゃんとしっかりしてます。ここでこれもシャカシャカするのか。あ、さっきシャカシャカしてなかったね。さっきのもシャカシャカしてなかった。あれ待って、アーモンドシャカシャカしない。え、アーモンドシャカシャカしないね。プッカは、あ、プッカシャカシャカする。なんでアーモンドシャカシャカしないんだろう。これほらこっちはシャカシャカする。なんでだろうね。うん、チェルシーもしてる。アーモンドだけはしません。不思議だね。いやもうね、本当にクオリティが高い。3個目はプッカが当たりました。はい、そしたら最後4つ目開けていきたいと思います。パカッ、4つ目は何が出るか。あ、チェルシー、またチェルシーですけど色が違います。これヨーグルトの方だね。かろうじてかぶってはいません。いいね、でもチェルシーはほんと美味しいからね。よいしょよいしょ、ウェーイ、出ましたチェルシーのヨーグルトスカッチ味。そしたらチェルシーが揃いましたね。ほらシャカシャカなるかな。うん、ちゃんとシャカシャカなるね。これはね、チェルシーはちゃんとシャカシャカなりますね、やっぱりね。どっちかといったらチェルシーはね、このバタースカッチもいいんですけど、SH さんはねヨーグルトスカッチ派なんですよね。大人になってね、このバタースカッチを食べた時にこの濃厚さにやられましたね。まあ、結論ね、両方とも美味しいってことですね。4個目はチェルシーのヨーグルトスカッチが当たりました。はい、ということで今回はこちらの5種類が当たりました。まず1個目はチェルシーのバタースカッチ、こちらは2個かぶってしまいました。そして2個目は明治アーモンドチョコレート、3個目はプッカチョコレートで、4つ目はチェルシーのヨーグルトスカッチ。今回はね5回回してきて、まあかぶったのはねちょっとチェルシーかぶっちゃったんですけども、全体的にもうミニチュア感がね半端じゃないです。もう本物です。最近ほんとこういうねリアルなものが多すぎてね、もうどん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 回したくなっちゃいますね。今回みたいな食品系のガチャガチャはガチャガチャのなる木の再生リスト、説明欄に載っけておりますので、そちらからチェックしてみてください。よろしければチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。どん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 ね、また新しいガチャガチャ見つけたら回していきたいと思いますので、次回もぜひ見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。